皆さん、こんにちは。渡り組みです。では、今回は、ハートワイヤーをワンイヤーモッド、ガンダム1年戦争モッドをプレイしていきたいと思います。ギレン総帥編でプレイを始めて、前回は、宇宙に残る連邦最後の拠点、ルナ2、ここをですね、シャアを使って攻略しています。そのシャアはこの後地球へと、降り立ってもらって、引き続き最前線で戦ってもらおうと思っています。ヨーロッパのマクベがですね、ちょっと苦戦気味なので、まあ仲が悪いマクベとシャアですけども、まあ共闘してもらおうということで、この後ベルファスト方面へとシャアは転身させたいと思っています。続いて、研究の方針ですけども、宇宙での大規模な戦いは、まあおそらくうまくいけばもうないかなと思うので、ドームの開発を急ぎたいと思ってます。なので、グフ重装型、これの研究を一気に進めて、この後、ドムの開発に入っていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。ワンイヤーモッドで新しく入っている資源がチタンがあるんですよね。このチタンが今不足している状態なので、まあチタンがね、うまく回収できるようになれば、まあさらに生産力はアップできるかなというふうに思ってますね。このあたりも意識していきたいと思います。今苦戦しているのが中央アジアですね。ここはですね、今までシュタイナーを置いていたんですけども、シュタイナーでは部隊数の上限が18と少なくてですね、なかなかこの苦戦している中央アジアを支えきれないというのがあったので、ノイエンビッターに団長を変えています。これで18師団からマックス72師団。現状は32師団ですね。これを用意してますので、これでなんとかでしのぎ切ってもらおうと思います。本当に軍勢の数、部隊の数がね、ちょっと足りなくて苦労しているっていう状況なので、ここをうまくね、乗り切れれば、一気に戦線はいい方向に向かってくれるかなと思いますね。国家方針、重力戦線。これが完了してまーす。わしは舞い降りるんですね。これはキシリアが地球戦線が始まった時に演説した内容ですね。では重力戦線解放しましたので次なんですけども、いくつかね魅力的なものあるんですね。まあ、例えば攻撃空母に注力なんかすると、ガウのね、研究開発ボーナスを得られたりするんですけども、今回はこのモビルスーツと地上部隊の連携、これ取っていきたいと思います。ドクトリンで有視界戦闘のドクトリンが手に入る、これすごく有効だと思うので、まずはこのモビルスーツと地上部隊の連携、これ解放していきましょう。まあ、改めて言うまでもないですけど、この国家方針も魅力的なものがいっぱい用意されてるんですよね。例えばこの広告海軍に入っていくと水陸両用モビルスーツ、そしてグラグロなんかのモビルアーマー、これの開発ボーナスが得られたりするので、本当に楽しみがいっぱいありますよね。まあ、今回はですね、79年宇宙世紀0079から始めてるので、もうすでに選べない国家方針がいくつかあるんですけども、これもっと前の年代から始めるとですね、より自由度が高くて楽しめるんじゃないかなと思いますね。高機動型ザクの開発完了してまーす。この後はドームを作っていきたいので、ドームに持たせるジャイアントバズーカですね。これの開発進めちゃいましょう。生産の内容もですね、ザクの量をちょっと減らして、この後は、一旦はグフ、その後は、どうだろう。ドームへと、徐々に生産の体制シフトしていきたいと思います。で、それに伴ってですね、徴兵内容も、この後は、グフをちょっと減らして、ザクを減らしていきましょうか。
続いてグーフ、重装タイプですね。これの開発完了しているので、今回の目的である。ドーム、これを早速、経験値50を費やして一気に、開発しちゃいましょう。89日後、まあ、つまり3ヶ月後ですね。ドームが完成します。ドーム完成したらすぐに戦線に投入していきましょう。いや、連邦軍のこの動き、中央アジアが本当に苦しいですね。まあ、どうにかしてこの中央アジアを維持していかなきゃいけないというところで、オーストラリアの方がほぼほぼ肩がついたので、オーストラリアの方から一部部隊引き抜きましょうか。バロムの部隊から、まあ、一部の部隊を引き抜きましょう。アジア、ヨーロッパ方面で部隊数が足りていないというのを受けて、まずはですね、オーガスタ、これを取って、北米の軍の一部をアジア方面へと転進させたいと思います。今回このオーガスタ基地攻略に全力を注ぎましょう。シャアの部隊が地上に到達してまーす。そしたらシャアはこの後、まあ、その機動力を使って、まずはイタリア方面へと突進してもらいましょう。まあ、今自由に動かせる軍って実質このシャアくらいしかいないので、まあ、うまくね、このシャアを遊撃軍として使っていきたいと思います。部隊数が本当に足りないですね。広大な地球を舞台に戦うには、本当に足りなくて困ってます。主な師団の編成、ここでご紹介しておきたいと思います。主な師団の編成としてはですね、まずは歩兵の師団なんですけども、ここにはですね、支援砲兵としてザクキャノンを配備してあります。まあ数は少ないんですけども、モビルスーツが支援としているといないとではやっぱり雲泥の差があると思って入れてありますね。そして、グフを入れてるところなんですけども、ここですね、編成を少しずつ変えていきたいと思います。グフへと変更。で、支援砲兵としてザクキャノンを入れます。ここでね、このグフの師団が、この後ザクの師団に変わって中心となっていってもらえたらなと思いますね。歩兵の師団はとにかくどんどん下ろしてですね、足りてない戦線へと部隊を投入していきまーす。続いて、高機動型ザクの後継として、ギャン、ゲルググ来てるんですけども、ここはやっぱりゲルググにしましょう。ゲルググの開発を始めます。で、ゲルググの開発に伴ってシールドを同じく研究しておきます。この後、量産機はドームとゲルググ。これに切り替えていきたいと思います。オーガスタ取りました。これでフロリダ方面を完全制圧したら、フロリダに展開している部隊はヨーロッパ、アジア方面へと転進させます。ドームが完成してます。量産体制ドームに切り替えていきましょう。北米の部隊は予定通りですね、この後一部を除いてヨーロッパ方面に向かいます。マクベがちょっと苦戦してるんですね。では、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきたいと思います。